おはようございます。こんばんは。今何時ですか？7時15分。本日、北海道神宮、何年ぶりですか？もう10年ぶりぐらいかな。同じくです。はい、そんな2人が行っていきたいと思います。これ、このメガネの曇り。ありますよ、ね、ここが一番あと8分です。ここ8分です。でここのルートがなんか真ん中が神様が通るからどっちかに寄れって知ってました？それで調べて、あ、そうなんだって。絶対俺真ん中行ってました。え、マジで。これだけ見ますよ。ゴムクジはやんなきゃ。ヤシナ撮っていいですか？あ、別にどっちもいいですよ。なんかちゃんと撮れ、あー嫌な感じ。ちょっと書いてあることがちょっと中吉、声は消えてもこの底に聞いたことがいきのこ、西郷隆盛だな、これな。強く打てば大きくて、弱く打てば小さくて、どうか。それ分かるんですか？この言葉結構有名なことなんですよ。坂本龍馬が西郷さんに、あの人は強く打てば大きくて、弱く打てば小さくて、人の気持ちを読み取るのが上手いところなんですか。だって旅行はよろしい、飽きない、損もなし、縁談、人のことを信じよう、信じる、自分で考え、よし。でれーん、おみくじと思うかな。何吉だ。末吉、大凶、凶、末吉。言います。はい。次第次第に運が開けて盛んになります。おあまりに人は飛びに飛んでことをしようとすると誤ります。お時を見て心を長く望みを達しなさい。おうおう。願い事、にわかにことをなさんとすれば災いあり。あら。待ち人、遅けれど来る。おう。うせもの、出る、低いところ。旅立ち、よろし、触りなし。飽きない、商売で飽きないと。そうそう、飽きないですね。次第に上りて、もういい、よくない。額も早めに目標立て全力を尽くせ。相場、上がる気配あり。争い、勝つとも損あり。恋愛、誠意を示すことが大切。やう、釣り、十分ならず。病、弱気にならねば。ならねば、ならねば。縁談、払うとも遅し、騒げば破れる。末吉、うん、まあ、だから、まあ、そんな悪い方ではないですよね。兄弟、兄と比べたら、それは。食べます。うん、また大声での会話はあります。完璧にやってる。あ、やってる。40センチ。いただきます。うまいっす。ちょっとヤシンさんの感想も。あ、辛子と、うん、フラップかな。いつもコンビニ行ったやつの倍ぐらいの長さで400円安いです。ただ、6本セットでなんか冷凍ね、なんかね、凍ったやつ。小サイズ、イカワせんべいです。なんか残儀的な感じですかね。初めて見る。うん、あ、間違いない、間違いない。これ300円なんですか？へえ。酒のつまみにどうぞ。いいんですか？あ、なんか確かにせんべいの、うわっ、鶏皮を揚げた。気温が寒くてもうなんか冷たくなってるっていう。冷たくなってますね。綿飴を買っている。何歳ですか？大正15年生まれ高橋邦夫
国付け。あ、それ俺のじいちゃんの名前だ。昭和62年だ。何を選んだんでしょうか。鬼滅の刃、綿飴ですね、これね。裏は白くて、ちょっとあのお店の人はどれが鬼滅か分かんないっていう、あの、なるほど。また遊楽編始まったんで。遊楽編見てますか。見てないですよ。これちょっと持ってれば子供と女の子に大人気ですよ、これ。めっちゃもうワーキャー言われて。渡辺は何年ぶりですか。もう20…そんなに。あ、でも逆に何年か。もう小学校以来だって、もう20数年ですね。20数年ぶりの渡辺の感想をお願いします。非合法、非合法、たまらん。それ全部出す人は見ないっすよ。出したらしまえるかどうか。確かに出た方がだって絶対。あ、確かになんか後ろにいますよ、カッコ。これも半分ぐらい。でか。この半分まで入ってるの。これ見えるか、この野郎。白と黒との感じだよ、これ。やっとく。どうすか、20年ぶりの綿飴。やっぱね、童心帰りますね。童心に。北海道新聞じゃないよ。めっちゃうめえ。マッコリも。あったかいっすね。八甲田山で遭難した人たちが。飲みたかった甘酒だ。甘酒飲みたいと思います。ちなみにですね、子供の頃から肝炎したことないです。だいたい匂いで断念します。くっさー、飲んだれ飲んだれ。ん、あれ、これいける。美味しいですよね。なんかアルコール飛んでますよね、結構ね。匂いが嫌いで、意外と飲んだら、うん、結構コクがあっていい。普通に言ってる甘酒よりもなんかアルコール飛んでるし、あったかいし。そんなうまかった。うまいです。おっ、飲みました。と後味が引くのですが、人生で初めて甘酒を缶飲みました。ありがとうございます。一個お願いします。あれ、お母さんの飲むの。あ、あります。はい、はい、あっち。はい、ありがとう。あっち、ありがとう。おっ、お祭り価格ですね。えっ、ほかほかでしょ。タコはでかかったね。まあ、本当はタコ大きい。すごい。ゆるふわ星いくつですか。4。プラス4。ベロフです。うん。かけてね、マヨネーズもちょっとやっつけたからでいい。ちょっといただいちゃいますよ。じゃあちょっとリアクション。じゃあ猫舌なんでね、ちょっとカラスに取られないでしょ。あんま熱くない。え、結構熱くない。あんま熱くない。甘みがすごい。なるほど。いい場所取りました。そう、いい場所取りました。またキャラ取ってる。本当だ。喜んできた。と今撮れてるのが、マットで今編集でアップできたんですけど、先方のだから自分が何か優しいことを言ったら相手の心に温かい光を与える力を添える。なんかあれ、思ったより焼け上がってないっていうか、なんか白いな。白いっすよね。焼き上がってんすか、それ。本当にありがとうございます。はい、甘酒うまいんだ。